いただきます。平和環境部 の、 あのメンバーの横内泉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日の講師 の、 あの西谷文和さんは、皆さんあのテレビでお顔をご覧になったりとか、ラジオでも出ておられたと思って、はい、あのお声を聞いておられる方がほとんどだと思うんですけども、あのフリージャーナリストであり、イラクの子供を救う会の代表でもいらっしゃいます。今はもう本当とても忙しくしておられて、昨日もなんか昼間と夜ですか、昼と夜ある、はい、あのお話をしてこられたようです。はい、で、今から、15時30分3時半までをあのご講演いただきます。そしてあとの30分を、質疑応答ということに当てさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではただいまから講演会を始めさせていただきます。西谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、あ、どうも皆さんこんにちは、あの西谷と申します。よろしくお願いします。ですね、今日はあの主にあのイスラム国とは一体何なのかということと、それとあのこの間の人質事件がありましたね。この人質事件の、まあ、分析というか検証、これを、まあ、やりたいと思います。で、戦争はなぜ起こるのか、でなぜ始まればなぜ終わらないのか、あとテレビはなぜそれを報道しないのか、まあ、こういうようなところも、踏み込んでいきたいと思っております。まずですね、人質事件の検証から始めたいと思うのですが、この動画皆さんもご存知ですよね。もう本当に、残酷なことなんですけれども、これが出たのは1月20日なんですね。で、1月20日の時点でもう私もびっくりしまして、で僕はあのシリアに4回入ったことがあるの で、 で、まあ、その時の通訳たちに連絡を取りまして、もちろんあのシリアの、まあ、トルコに住んでるんですけど、人たちももうこの事件を知っておりました。もうすぐにね、インターネットですぐ分かりますし、世界中のテレビで報道してます。で、イスラム国側の要求は一体何なんだろうか、でどうすればこの2人は解放できるのかということで、私の通訳にお願いをしてですね、イスラム国側はとりあえず取ってほしいというふうに言いました。で、彼らは頑張ってくれまして、実はイスラム国側はとりあえず取りました。今インターネット便利なので、スカイプってあるんですよ。スカイプっていうのはあの顔を出しながら相手と会話できるという、それでつなぐことに成功しました。で、イスラム国の幹部 の、 あの要求を聞きました。この動画が出たこの当初からですね、イスラム国はですね、後藤は殺したくないと言いました。それを聞いて私はちょっと希望を持ったわけです。どういうことかと言いますとですね、この右側の湯川さんが拘束されたのは去年の8月ってあります。イスラム国側は湯川さんのことをウォークリミナルと呼びました。ウォークリミナルというのは戦争犯罪者という意味です。ちょっとそれですね、ウォークリミナル、戦争犯罪者という意味なんですが、これどういうことかというと、湯川さんがですね、拘束された時にですね、湯川さんのホームページがありまして、いいですか、立ったら大丈夫なんだろう、その下はね、どうも、ああ、はい、湯川さんがですね、拘束された時に湯川さんのホームページにこんな写真があったんですね。これ分かりますか、これ誰か、玉亀さんですね。湯川さんと玉亀さん握手してるわけです。で、イスラム国は、この玉亀さんがどんな人物で何を主張してるか知ってるわけですね。イスラム国側から見れば玉亀さんはこう、まあ、敵に見えるわけですね。そして、湯川さんはですね、拘束された時に銃を持ってました。で、湯川さんはジャーナリストではなくて民間軍事会社の社員というか、まあ、幹部という形でここに入ってたんですね。民間軍事会社というのは、まあ、戦争で、まあ、儲ける会社ですよね。で、イスラム国側から見れば、これは非常にまあ、ウォークリミナル、戦争犯罪者と規定されておりまして、湯川さんが拘束された当時から私の通訳はこれはなかなか解放するのは難しいというふうに言ってました。はい、一方右、こちらの後藤さんですね、後藤さんは、彼らはですね、後藤さんのことをホステージと言いました。ホステージというのは人質という意味です。
つまり後藤さんはあのシリア内戦を取材しに行ったわけですね。そしてあの戦争は止めたいと、内戦を止めたいということで入るので、いわゆる人質、人質ということは身の代金を支払うか他の人質と交換するかで後藤さんは釈放される可能性があるということなんですね。だから私は2人とも命が救えればいいなと思いましたが、最悪でも後藤さんは救えるのではないかとその時は思いました。はい、それではちょっとこの事件、振り返ってみましょう。湯川さんが8月、後藤さんは10月に捕まりました。11月の末に後藤さんの奥さんのもとにメールが届きます。そのメールは何かというと、イスラム国側から20億円支払えば後藤は助けてやるということでしたね。つまり奥さんはそれをもらった時に、これはお金で解決できるわけですから、奥さんは政府に行きました、外務省に。でも政府は交渉しないということになりまして、政府は動いてくれませんでした。ちなみにあのフランスやスペインはですね、この水面下で身代金要求が来た時はその身代金の交渉に応じて、そして大体1人2億数千万円で解放させてます。まあ、だから20億円という値段が高いかどうか、それは置いとくとして、本来ここで交渉しなかったのはなぜなのかということです。はい、そして、何が起こったかというと、1月17日にこの人ですね、この人がですね、安倍さんがヨルダン、エジプト、イスラエルを訪問するわけです。で、1月17日に彼はエジプトにいたわけですが、その時に何を言うかというと、イスラム国と戦う周辺各国に、まあ、つまりヨルダンとかカタールとか、まあ、そういうところに2億ドルを支払います。つまり空爆をしている国をお金で支えますと、まあ、こういうふうにエジプトで言いました。その3日後ですね、1月20日にこの動画が出てきたわけですね。ここでもう水面下ではなくなったわけですよ。ドンともうハードルが上がりました。イスラム国側の要求はその2億ドルだったんです。235億円ですよ。20億円が235億円ドンと上がって、そして72時間という制約までつきました。72時間以内に金を払わなければ2人は殺される。まあ、こういうことになりましたね。私は焦りました。この動画が出て緊急に記者会見があります。これですね、日本の人質が捕まっていて、日本の首相がテレビの前で会見します。たまたまいたのはイスラエル、でも日本の問題ですね。この記者会見場、これ日の丸ですね。これわかりますかね。これイスラエルの国旗であります。安倍さんはイスラエルの国旗をわざわざ掲げたところでテロには屈しないと言いました。日本はね、これ一体どういうことか。去年の夏までイスラエルはガザの人々を2200人以上空爆で殺害して、ガザの子供たちは500人以上死んでるんですね、理不尽に。そんなイスラエルの国旗の前で日本はテロには屈しませんというわけですよ。これはアラブの人に見たら、から見たら、これとてもあの許し難いことなんですね。というのはですね、イスラエルとアラブはものすごい戦争してるわけですけども、日本はアラブにもイスラエルにも平和外交で来てたわけですね。だから中東は結構うまくやってたんですよ、日本の自民党内閣歴代ね。日本は軍隊を送らない、日本は非軍事面で頑張って貢献すると、まあそういう、まあ、建前はね、そういうことをやってたので、そういう意味ではアラブの人からは結構信頼があったのに、このイスラエルの国旗の前でこれを言うということは、これはですね、まあ、エジプトやリビア、スーダン、サウジ、ヨルダン、レバノン、イラク、いっぱいアラブの人いるわけですが、そういう人たちが、あ、なんや、日本はアメリカ側に行ったんかと、ね、まあ、そういうふうに思ったでしょう。まあ、そんな会見でした。なぜこの記者会見からこのイスラエルの国旗を外さなかったのか、これ疑問です。はい、72時間以内に、お金払わなければこの2人が殺されるという、この72時間というのは非常に大事な時間でありますが、この72時間の以内にですよ、日本はイギリスと2プラス2やったんです。2プラス2というのは防衛大臣、外務大臣、お互いが出てきてテロとの戦いに勝利するための協議をするわけです。なんとイギリスというのはイスラム国から見たらアメリカがナンバーワン、イギリスはナンバーツーの敵ですよね。ナンバーツーの敵と一緒に72時間
以内にテロには屈しない、ね、あのテロリストをやっつけるみたいなことを言われるわけですよ。これはまあイスラム国から見たらまあ喧嘩売ってるのかみたいなことですね。なんで延期せえへんかったのか、この2プラス2ね、はい、それが2つ、ね、でそしてこれ一番大きいと思うんですが、対策本部を立てます。対策本部を作るときにヨルダンにお願いしたわけですよ、日本政府はね。ヨルダンというのはイスラム国から見たら敵であります。その敵の、まあ、国に対してその交渉してくれと、私たち全員もトルコにしろと、トルコならチャンネルがあるしイスラム国の敵ではないので、トルコは第三者的に動いてくれるからトルコに頼むべきだと何回も外務省にお願いしたんですけど、外務省はガンと聞き入れてくれずにずっとヨルダンに置いたんですね、はい、72時間が過ぎました、湯川さんが殺されましたね。そして要求が変わりました。お金じゃなくて人質だと、ヨルダンの抱えてる人質のリシャウィというのを交換だということになりましたね。この人ですね。これなんでこの人が出てきたかというと、対策本部がヨルダンにあったからですよ。これもしトルコにあったら別の人に出てきます。そうすると交換が可能だったと僕は思ってるんですが、はい、このリシャウィという人、これはちょっとまあとんでもない人で、あの2005年の11月にヨルダンの首都アンマンで3カ所のホテルを爆破したんです。結婚式場に集まった人をドンと爆破して60人程度を殺してるんですね。で僕はあのリシャウィのこの事件があった時に、すぐにヨルダンに行きました。なんでこのホテルを爆破したのか取材して分かったのはとんでもない理由です。そのホテル3カ所がアメリカ系とイスラエル系のホテルだったからです。ただそれだけの理由で何の罪もないヨルダン人、結婚式に参加したヨルダン人を60人も殺しちゃったわけですね。この人イラク人です。2005年の11月まではヨルダンは人道支援でイラクの難民を受け入れていました。イラクの難民からすれば命からがらイラクから逃げてヨルダンにたどり着いてました。それもこの事件まではヨルダンのアンマンの広場はイラクの難民がいっぱいいました。ところがこの事件が起こった、イラク人がこんなことしたということでヨルダン政府が怒りまして、イラクの難民を追い出したんです、ヨルダンから。これ気の毒な話ですね。イラクの難民からすればね、命からがらヨルダンに逃げてきてるのに、この事件が起こったからさらにエジプトとかシリアに逃げなあかんかったんです。もう一回逃げ直さなあかんかった。だからヨルダン人にとってもこの人は許しがたいし、イラクの難民にとっても大変迷惑なことをした人です。この人と後藤さんの解放になったわけですね。ヨルダン政府からしたら非常にハードル高いですよね。例えば日本がですね、朝原彰晃が解放せよ言われたら、これは例えばまあ地下鉄サリンでね、犠牲になった人怒りますよね、まあ、それと同じようなことを言ってくるわけで、1対1だと、時間が刻々と過ぎ去っていきますね。1月28日でした。日本時間の1月28日に後藤さんの音声メッセージが出ました。一体何やったか、翌日の1月29日までにこのリシャウィをトルコの国境まで連れてこいと、あくまで後藤さんとの1対1の交換だと。ヨルダンのパイロットもおるわけですが、パイロットではない後藤さんだということですね。1対1だ。翌日24時間しかある、はい、場所はどこかというとここです。トルコのここアクチャカレというところ、ここにリシャウィを連れてくればテルアビアドには後藤さんがいますから、ここで交換が成立すると、まあ、こういうことでした。焦りましたね。あと24時間ない、いろいろ調査して、日本時間の1月29日の午後7時頃でしたわ。ヨルダンが決断したんです。リシャウィを解放すると、それも後藤さんとの1対1で、仕方がないのでリシャウィを解放するって決断してくれたんですね。この嬉しいニュースが回ってきたので、あ、よかったと、これでまあ何やかんあったけども後藤さんは助かるやろうと、まあ、こういうふうに思ってたんですね。でそうすると日本時間の午後9時10時頃からヨルダンでデモが起こるわけですよ。リシャウィを出すんやったらパイロットが先やと。さあ、まあヨルダン人したらそうですよね。ヨルダンのパイロットがまだね、拘束されてるのになんで後藤さんからやねんということになるので、それでまあデモが起こったわけですね。でちなみにヨルダンという国は人口の6割がパレスチナ難民なんです。で国民からすればそのアメリカ、イスラエルと協力して戦うヨルダン国王に対してあまりよく思ってないわけで、腹の底ではね。
そんな国民感情がある中で国王に対して批判デモが出たんです。で、国王びっくりしますよね。そんな国王にそんな立てつくような国じゃなかったのに国民がそうなってきたから、これはもしかしたら国王の体制がひっくり返るかもしれないということで、国王は気持ちを変えてしまったんです。やっぱりリシャルウィはパイロットだやということになって、リシャルウィを解放すると言ったのに解放しなくなったんです。それで時間がどんどん過ぎまして、運命の1月29日の日没です。私の通訳はアクジャカレに似てくれました。このアクジャカレとテルアビアではお互いが見えますね。で、日没来るでしょ。そうするとこのシリア側のテルアビアドの丘があるんですって。丘の上にイスラム国の兵士が登ってきてね、で丘の上で両手で大きくペケ印をして、そしてテルアビアドの門を閉めてしまった。でこれはどういうことかというと、もうタイムオーバーやと、ね、もう交渉の時間過ぎたと。今からリシャブイ連れてきてももう交換しませんということ、もう終わりましたということだね。で、1月、それは29日の日没でしょ。それから2日後ですわ。後藤さんが殺害されてしまう。ということなんですね。だからこの流れで整理しますね。まず、行って、あ、これトルコはね、人質解放した実績あるんですよ。ね。なんでトルコの流れになったということですが、はい、整理しますね。1点目、水面下でイスラム国が身代金で解放するという提案があったときに、なんで日本政府は交渉せえへんかったのか。これが1点目。2点目、2人の身柄が拘束されてるの知ってますよね。知っていながらなぜ安倍さんはイスラム国を挑発するようなね、演説ばかりやっていたのか。はい、3点目、ちょうど安倍さんがイスラエルにいた時にあの動画が出ました。緊急記者会見になりました。なぜ会見場でイスラエルの国旗を掲げていたのか。はい、4点目、72時間という非常に大事な時間にイギリスと2プラスを行ったのはなぜなのか、なぜ延期しなかったのか。はい、5点目、これが一番大事です。対策本部をヨルダンに置いたのはなぜなのか、なんでみんなトルコに置け言うてるのにトルコに置かなかったのか。ちなみに安倍さんとトルコのエルドアンという大統領は非常に仲がいいんです。なぜかというと日本がトルコに原発を売ってるからです。つまり日本とトルコにはホットラインがあるんですよ。だから安倍さんさえその気になったら大統領に一本電話するだけでトルコは動いたはず。トルコもその余裕はあると言ってました。そやのにやらんかったんです。で、ヨルダンにずっと置いておいて時間切れですよ。だから野球で言うと見逃し三振ばっかりだった。これは絶対に検証せなきません。救えたのに救わなかったのではないか。で、これがですね、週刊ポストの記事で、まあですね、1月7日にフランスでシャルリーエブドのテロがありましたね。その後に安倍さんは俺はついてると北総園だという記事です。これってどういうことかと。フランスであんな事故がテロが起きて国民の関心がガッと高まったわけですね。そこで安倍さんは中東に行って、その ISIS ってね、イスラム国に2億ドルを支援しますよって、そういう高まった時に言えるから、日本は俺はついてると、こういうことなんですね。だからまあこれはですね、私の結論でありますが、アメリカと安倍政権の中に絶対に身代金は払うなと言うた人がいる。そして人質交換とかそういうものには応じるなということでもう突っ張ってしまった人がいて、結局助けてやるんじゃ助けられなかった。でもそれを利用してイスラム国があまりにも残忍で、あまりにも恐ろしいというイメージが今刷り込まれているので、テレビを通じて。そしたらこんな恐ろしい奴らは空爆するのは仕方ないんちゃうかと。こんな恐ろしい奴らが出てきたので、もう自衛隊を、特殊部隊を作って、で恐れに行ってもええんちゃうかとか、こんな恐ろしい奴らをなんとかするためには憲法9条はもう生ぬるいのではないかと、まあ、こういう世論に持っていこうとしているんだろうと思いますね。はい、だから騙されてはいけないということで、まあ、今日はね、そういう話をしたいと思うのですが、シリアの内戦の現実を見てもらいたいと思いますが、内戦の現実を見てもらう前にですね、ちょっとシリアはどこにあるのか、そして、なぜこの戦争が、起きているのかということを若干、ご説明してから、ちょっとね、映像の方に行きたいと思います。まず地図からいきますね。はい、地図が出てきますよ。はい、これですね、シリアです。
中東で重要な位置を占めてますね、北側トルコ、南にイラク、ヨルダン、イスラエル、レバノンに囲まれておりますね、重要な位置を占めておりますが、歴史は非常に古くて、メソポタミア文明発祥の地でありますね。文明の発祥の地、しかしシリアという国は新しいんですよ。ちょうど100年前まではここはオスマントルコ、オスマントルコはドイツと組んで第一次世界大戦戦争して負けます。勝ったのはイギリス、フランス、ロシアですね。つまりオスマントルコではこんな大きい国だったんですよ。ところが戦争に負けたので分割されていくわけですね、はい。イギリスとフランスが勝手に分けていきます。イギリスはイラク、ヨルダン、パレスチナを得ました。フランスはシリアとレバノンを取ったわけです。はい、地図で見ますね。南側をイギリスが取って、北側をフランスが取った、まあ、こういうふうなことですね、はい。イギリスは非常にずる賢くてパレスチナを取りましたね。パレスチナを取った時に、そこに住んでいるアラブ人に対して、ここにアラブの国を作っていいよとアラブ人に許可を与えるわけですね。その一方で世界中に散らばっているユダヤ人に対して、ここにイスラエルという国を作っている、ユダヤの方にも許可を与えた。アラブの国とユダヤの国が同じ土地に、これ領土争いになりますよね。戦争になりましたね。これイギリスの二枚舌三枚舌外交なんですが、中東戦争が勃発しました。この戦争は今日も続いてますよ。どん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 、アラブ人の住む土地が小さくなって、今これさっき言ったガザ地区ね、こんな狭いところに押し込まれてますけど、まあ、そんな戦争が続いております。はい、1967年第3次中東戦争、この戦争で、イスラエルはシリアを攻めて、シリアのゴラン高原を奪い取ってしまいました。はい、その3年後、お父ちゃんアサドが軍事クーデターを起こします。パパアサドは30年間独裁で君臨して、病気で死にます。息子のバッシャールアサド、これが今のアサドが、世襲で独裁を引き継いだわけです。つまり独裁が世襲で引き継がれるというのは、北朝鮮とここぐらいなんですね。シリアぐらい、こんな国あかんやないかと思うでしょ。でも日本も安倍さんは世襲であります。麻生さんも世襲で、菅さんも世襲ですからね。やってることはまあ独裁みたいなことやってますから、あんまり変わりませんけども。はい、アサドというのはイスラム教のアラウィ派という派閥です。人口の1割程度です。国民の多数はスンニ派で8割ぐらいいますね。はい、アラブの春、4年前にね、今頃起こってましたね。独裁政権打倒だってやってましたが、この国にも飛び火しまして、この緑の点、これが民衆が蜂起した都市です。で、民衆がデモに参加するでしょ。アサドは徹底的に殺していったんですよ。銃殺していくわけです。それで民衆が殺されてはたまらんということで、武器を持って抵抗を始めたので、このアラブの春は内戦に転化したわけですね。この内戦は今日も続いてるわけです。1日に50人100人死んでいくんですね。大変悲惨な内戦であります。はい、簡単に言いますね、このシリアのアサドを支持しているのがロシア、中国、イラン。で、具体的にはロシアとイランの武器がアサド側に入ります。アサドに反対しているのがアメリカ、イギリス、フランス、サウジ、カタール、まあ、こういった国で、サウジやカタールはお金持ちなので、アメリカやイギリスの武器を買ってはアサドの反対派に送り込んでいきます。つまり武器がどん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 入ってくるので、この内戦は終わらなかったということなんですね。ここに日本の平和憲法の精神があって、あの武器はいらないということになって、この国境のところで国連の平和維持軍がいてね、武器を止めておけばこういうことにならないわけです。でもそれはしないわけです。国際社会はそれはね、なぜか分かりませんよ。でも武器が儲かるからと僕は思いますけどね。はい、はい、アサド政権は少数のアラウィ派と言いました。これ一体どういうことか。フランスが占領から退くときに、わざと少数のアラウィ派だけに武器を渡して、アラウィで軍を作ってからフランスは出ていくわけです。そうするとアラウィだけ軍を持つわけですから、クーデターを起こしやすい。案の定クーデターが起こりました。アサド政権少数派です。少数派の政権って政治が安定しません。どうするか、イギリスやフランスやロシアやアメリカを頼るようになる。つまりイギリスやフランスやロシアやアメリカ、こういう大国からすれば、わざと少数派に政権を取らす方がコントロールしやすいわけですね。これはあちこちで起こってまして、例えばアフリカにルワンダであります。アフリカのルワンダはフツと土がものすごい内戦をしたんですが、あれはベルギーなんです。ベルギーが少数の土の方だけに政権取らせてたんですね。で、怒りが増幅されていくわけ、対立が増幅されていったわけですね。
ちなみにイラクのサダム・フセインという人はイラクの少数のスニ派なんですよ。つまりですね、よくこの辺りでなんで戦争が起こるんですかっていう質問があった時に、イスラム教とキリスト教が歴史的に戦争していて憎しみ合っているので、これは宗教戦争なんですとかね、スンニ派とシーア派がいまして、これはもうずっと戦争しているので、スンニとシーアの宗派間戦争だとか言う人言い張るでしょ。そんなわけないですよね。宗教が違うだけで人は殺し合いをしませんわ。仲良く暮らしていけますよね。これらはヨーロッパの列強がね、そうなるように植民地の時代にそういうふうに仕向けていった、その結果なんですよね。はい、ロシア天然ガスいっぱい出ます。ロシアの天然ガスはパイプラインを通じてヨーロッパに販売されます。カタールやサウジも天然ガスがいっぱい出ます。カタールやサウジもヨーロッパに売りたいです。パイプラインはトルコまで、ここまで通りますね。これシリアです。シリアさえ通ったらつながるんです。カタールやサウジはね、つなげたいわけですよ。カタールやサウジつなげたい。でもつなげられるとロシアにしたら天然ガスの値段が暴落するかもしれない。だからロシアはつなげられたくないので、アサドに武器いっぱい渡して踏ん張れてやるわけですね。カタールやサウジはアサド倒さないとつながりませんから、反アサドに武器渡して倒せってやる。これでずっと戦争が続く。アサド軍と自由シリア軍という戦争が2年ぐらい前までこの両者で戦ってたわけです。ところがこの両者の間に割って入ってきたのがイスラム国、三つどもえの戦いだったんですね。じゃあイスラム国で一体何だというのは、今から映像でね、見てもらいたいと思います。今からねちょっともう時間がないので、端折りながらいきますが、このアレッポ見てもらいますね。トルコのキリスから入っていきますけど、このアレッポの様子、そして内戦の様子を見てください。間違いなく後藤さんもアレッポに入っているので、この様子を彼も見て撮影をしたと思います。それではですね、ちょっとパソコンの付け替えでパスワードがちょっといるんですけども、はいはい、ちょっとその今からねやりますからね、ちょっと待ってくださいよ。パソコン使いすぎて今壊れてしまいましてね、DVD が動かない。はい、それでは行きましょうか。はい、ちょっとね飛ばしながら行きますが、こことはどうしたらいいんでしょうか。音出ませんね。音切れてますね。これが 0% になってた。あ、これ声ね。すいません。これ、はい。これでいくのかな。はい。そしたら、これでいくのかな。あ、来ました、来ました。でも音ちょっと小さいな。2013年3月、私はトルコ南部の国境の町キリスにいた。当時ここは自由シリア軍が支配していて、トルコ側から多くの人道支援物資が運び込まれていた。あっけなくシリアに入りましたね。この辺りは国境を越えると地獄が待っていた。国境という見えない線が天国と地獄を分けていた。モスクの前に戦車が2台、この辺り全部撃たれてますね。アザーズから3時間のドライブではアレッポに入った。団地が続いている。人々は逃げていて、ほとんどが空き家だ。強力なミサイルは団地を胸ごと破壊している。
激戦地の花野地区の中心街ですが、花野は人多かったんですけど、シャールはちょっと人が多かった。 This is the I know this is the bread Hubs Here 40 man killed by bombing Hubs。この子供たちはどうなったのだろうか。ジアシリア軍兵士と商店街を行く。これがアレッポの街並み。街の中心がアレッポ城で、アサド軍が立てこもっている。自由シリア軍は城下町に潜んでいて、壮絶な戦を繰り広げている。瓦礫で塹壕を作ってまして、この塹壕を越えると、アレッポ城が見えてくるのかな。 OK OK Let's goStop, stop, stop, stop. Stop here. こっちなんだよな。あ、でもかする。もう一回ボネできます。これが敵の陣地の中心地です。これがバシャル・アサドの今、アサド軍の、最も強固な要塞。No, back, 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 back. Back, back. Very dangerous, very dangerous.さすがにここは誰も歩いてないですね。さすがにここは誰も歩いてません。6人の兵士が路地を行く。この路地の先、左前方がアレッポ城だ。6人は一列渋滞になり、交代で銃撃を繰り返す。銃弾が飛び込んできた。跳ね返った弾に当たると下手をすれば殺されてしまう。アラーアッパーアラーアッパー。めっちゃ危ないな。今ちょっと安全な場所にちょっと引き返しまして、弾を入れ替えて、積み替えてます弾を。仕返しの砲弾が来てますね。まだかなり若いですよ彼は。戦争は昔も今も年寄りが命令して若者が命を落とすものなのだ。アレッポ空港にほど近いアンサーリ地区は空港の取り合いによる最激戦地の一つだった。アンサーリ地区というところにいますが、ここは1週間前にスカッドミサイルが落ちてきて150人以上が死んだ場所です。ブルドーザーで瓦礫を固めたようですね。ミサイルやロケット弾が飛び込んできても人々は大騒ぎしない。長引く戦争はすでに日常となっている。そこにあったんですけど、これおそらく衣服です。女性の背後の男性は手にした棒で何か探している。何人か遺体が。So some dead body is still here? Maybe. わずか1週間前ですね、スカッドミサイルという非常に強いミサイルをダマスカスから撃ったんです。で、ここはダマスカスとアレッポは数百キロ離れてますが、このようにですね、飛んできて当たってしまうという非常に最新の兵器を使った、強力な殺戮兵器。あ、また来たわ。本当だ。どうもだな。本当にずっと大丈夫でやればいいんですけど。います。この町も連日のようにミサイル攻撃、そして銃撃戦があって、たくさんの人々が傷ついて入院しています。ああ、たくさんの昨日。Emergency. Emergency. Emergency. Feeling fighting. What happened?銃弾が入ってる。Yes. うわ、痛いなこれ。How old is he? No. Medicine. What happened? Tank from tank. 2階へ降りました。未熟児の
There is no machine. Sometimes three. No machine. Assalamu alaikum. Pneumonia. Pneumonia. その日の夜、私はバーブルハワー避難民キャンプに入った。 No. アラブの春で大人たちのデモを見ていたのだろう。子供たちが真似をする。数あるテントの一つに入っていた。寒いから風邪ひく。子供が水を汲みに来てる。いいの難民やな。後をついていくと遠くの向こう側へと消えていいの難民なんや。あ、これもすごいわ。向こう側にも巨大なキャンプがあった。ふるさとを奪われたシリアの国内避難民が急増している。ここはアトマ避難民キャンプ。一面のオリーブ畑がテント村になっている。避難民の数は17,000人。ひと月に5,000人ずつ増えていた。国外へ逃げた難民と国内避難民を合わせると1000万人に上る。総人口の半分が家を奪われた計算になる。この悲惨な内戦はなぜ終わらないのだろうか。なぜ誰も止めないのだろうか。はい、ちょっと今見ていただいたのが2年前の、あのアレッポの様子なんですね。でものすごい内戦が起こってものすごい人が死んでるんですけど、テレビも新聞もほとんど伝えてこなかったんですね。で後藤さんと湯川さんが2人あの殺されそうだというとものすごい大騒ぎするんですね。だからやっぱ命の値段で差がありますね。これシリアの人は何人死んでも世界は騒がないんですけどね。もっと早くからこの戦争が悲惨であると、この戦争止めなあかんということをやっておけば、なぜじゃあ後藤さんは危険だけども入ったのかということが国民の中にもっと分かったと思うんですけど、残念ながらそういう報道がないので、で後藤さんが行ってしまって捕まったから、まあね、国民の中で私かなりの人がそんなとこ行くからじゃないかとか、あの本当に自己責任だという人もあの多いのはやっぱり報道がねあんまりされてなかったっていうのが大きかったんではないか。で今見ていただいた時、あのこの映像はアサド軍と自由シリア軍の戦いだったんですね。ところがですね、この後でこのイスラム国が出てくるんですね。ちょっとイスラム国の方を見てみましょう。なぜ誰も止めないのか。これですね。2013年から14年にかけてこの地区はイスラム国の支配下に置かれたが、その後自由シリア軍が取り返した。治安上の問題があり車内からの撮影にとどめる。今から支援物資を難民キャンプに配ります。ここシリアではまだ戦闘が続いていて、先ほどからロケット弾の着弾音が何回かしております。始めました。もう目と鼻の先ですね。入ったケムロ、入ったケムロ、入れたケムロ。オッケー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 。 Compare with last year, free Syrian army much stronger than last year. You cannot find Daesh. Yes.その Daesh、 Daesh もいなくなってバッシャールも追い出したということなので、あれもですね、あれこの街が市街地はアサド軍の猛烈な爆撃でいて入れない。アレッポから5キロ、カッスルナッハーという郊外の街に入った。ロケット弾で豪邸の所有者は逃げていて、激戦地ホムスからやってきた避難民が住み着いている。明日はもう終わるんですが、この家に3家族住んでるので、支援物資を3袋配ります。
ムンタス。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ガマンガマンメン。チボンベリーベリーチボン。オーケー、サンキュー、サンキュー。クカリアバン。どう、いやいやいや。シュクラン、シュクラン。おお。チャイ。Very very cold。チャイ。Only this one。Very cold, very cold. 避難民の子供の中にアブドルサラーム君がいた。He make him crazy. Yes.1歳までは普通だったよからね。この子は生まれた時は正常だったが、空爆の音を聞くうちに脳に異常が発生し、歩けなくなったとのことだった。怖かった。怖かった。カッスルナハーのモスクが支援物資の集積場になっていた。スクール。ああ、スモースモースクール。シュエイシュエイ。You can you sleep well in the night? No. No. Because they're afraid. Yes.2年間子供が学校に行ってないので、教科書非常に、うん、What is this? Is this Israel? Same Bashar al-Assad? Same as a Prime Minister? This is Israel? Yeah, and Bashar al-Assad. No. Killed the children. Okay. オリーブ畑の中の新しい避難民キャンプを撮影していた時だった。ナワイルキャンプ。おファイヤーファイヤーああカジャキャンプですああかわいそうにキャンプで火事になってしまった、安全な調理器具がないので、こういうことになるんですね、かなり燃え広がりやすいのでキャンプはあ子供が泣いてますねんなうわ真っ黒な煙がああまだ火がいっぱい出てせめて人々はアサド軍の空爆とイスラム国の恐怖からここに逃げてきた民主化を求めたデモが結果として泥沼の内戦になり長引く戦争によってイスラム国の台頭を招いてしまったのだではイスラム国とは一体どんな集団なのだろうか。はい、ちょっとイスラム国の正体暴くという映像をね今から見てもらいますけど、若干ちょっと解説しておきますね。4歳のアブドルサラーム君が歩けなくなった子ね。あれはですね、父親によると1歳までは普通に育ってたと。シリアの内戦が始まって、もう毎日毎日空爆の音とか銃撃戦を聞いてるうちに。ああいうふうになったというんですね。だからまあ3年目ですからね、今4歳ですよね。で僕はもう医者ではないし専門家ではないのでそんなことが起こるのかと思いますけど、実は僕2004年のイラクのバグダッドに行った時もほぼ同じ症状の子供を見てるんですよ。それは女の子でしたけどね、やっぱり4歳 でやっぱり1歳2歳の時にものすごい戦争を経験してそうなってたんですね。だからまあちょっとこれはまあ科学的にはまだ証明されないですけど、そういうことが起こり得るのかなと思ったりもします。それと教科書ありましたね。教科書ダメ教科書ですね。右側にイスラエル軍がいて左側にアサド軍がいて子供が殺されるみたいなね、そんな絵でしたけど、イスラエルの中にもね平和を求めてる人はいるし、アサドの支配地域の中にももう戦争絶対嫌という人がいるから、だから仲良く暮らしましょうねみたいなことを教えないとダメなんですけど、日本でもね中国人はみんな敵やとか朝鮮人は帰れとかいうそういうことになっちゃう人おるじゃないですか。でその煽っていく教科書ね、まあ残念ながらねああいう教科書で勉強した子供はもしかしたら兵士になってねイスラエルをやっつけるんだみたいなね風になるかもしれないので、まああれはちょっと困ったなと思ってましたけども、はい。で最後に難民キャンプが出てきました。木の実木のまま逃げてますから、調理道具がなかったんですね。で支援したされたもので、まあ、プロパンガスで調理してた時にドカーンと爆発したと、
まあ、安全装置なんかついてませんからね、まあ、そういうことになったと。だからもう踏んだり蹴ったりですね、彼らはなぜあそこに逃げてきたかというと、間違いなくアサド軍の空爆とイスラム国の恐怖政治です。両方から攻められてこう逃げてきてるわけですね。ちょっとオリーブ畑というのは、雪が積もります、冬になれば。あのテントですね、だから今一番辛い時期、もう3月ですからようやく一番厳しい時期は出したかなと思いますけどね。はい、それでは、じゃあなぜそうなったか、イスラム国って一体何なのかというのに行きたいと思います。2013年12月、私は国境の町トルコのリハニーヤにいた。昨日はここ空いてたんです。ところが、シリア側で自由シリア軍とダイシというあのイラクから来た武装勢力との戦闘が始まりました。このダイシは2014年6月 ISIS はイラク第二の都市モスルをわずか1日で陥落させた。以来 ISIS はイスラム国、つまり自らが国家であると名乗り始めた。イスラム国とは一体どんな集団で、なぜこれほど急速に勢力を拡大したのだろうか、その答えを探すには2003年のイラク戦争まで遡らねばならない。2003年4月9日、アメリカはフセイン政権を打倒した。イラク軍を解体し、財務省や内務省を空爆して官僚たちを追放した。空爆しなかったのは石油省だけだった。その結果、約40万人の兵士が武器を持ったまま失業した。兵士の多くはスンニ派で、不満を抱えたままふるさとに帰っていった。その後アメリカはファルージャ、モスルなどで住民を虐殺した。住民の中に反米感情が生まれ、アルカイダに合流する元イラク軍兵士が少なからずいた。これはイスラム国の火種となった。アメリカはあえてイラクを無政府状態にした。なぜだろうか。それは石油の強奪だ。戦争後、欧米の石油資本がイラクにやってきて、入札なしの契約でイラク原油の 75% を奪っていく。イラク政府に入るのはわずか 25%。 通常中東地域では原油の利益は 51% 以上国家に入る。しかしイラクが無政府状態だったため、非常に不利な形で契約が進んだ。イラクの無政府状態は数年間続き、その後マリキ政権が誕生した。マリキ首相はイランにコントロールされたシーア派原理主義者で、西部のファルージャやラマーデ、北部のモスルなどに住むスンニ派を理由もなく弾圧、虐殺し始めた。ファルージャやモスルの住民はイラク軍に抵抗し、自衛のために戦い始める。そんな時に台頭してきたのがイスラム国だった。これが組織図。最高指導者の下にイラク担当、シリア担当の元イラク軍の将校がいて、彼らが実際の戦闘を仕切っている。その下に国会にあたる評議会があって、さらにその下に知事まで配置している。つまりイスラム国は残忍なテロ組織でありながら、国家の形態を整えてしまったのだ。なぜこんなことが可能になったのだろうか。それは豊富な資金力だ。イスラム国はモスルの銀行を強奪し、バイジの遺伝を抑え、そして人質の身代金などを手にしたため、世界一裕福なテロリスト集団になってしまったんだ。勢いづいたイスラム国はクルド人地域のアルビルを陥落させようと進出してきた。アルビルはイラク北部のキルクーク油田を統括する重要な都市だ。ここで初めてアメリカはイスラム国を壊滅するという理由で空爆を始めた。罪なき人々が殺されてもアメリカは動こうとしなかったが、油田が危うくなって初めて空爆を開始した。イスラム国兵士は民間人の中に紛れ込むので、空爆を続ければ罪なき人々が巻き添えになり、逆に反米感情が高まり、イスラム国を支持する人が増えてしまう。空爆は逆効果だ。ではなぜアメリカは空爆を続けるのだろうか。
それは戦争が儲かるか。トマホークミサイルは一発数千万円、戦闘機ミグ29は一機約60億円と言われている。シリア内戦が泥沼化長期化することで大量の武器が売れ潤っている人たちがいるのだ。イスラム国の正体、それはアメリカがイラクに無謀な戦争を仕掛け侵略し略奪した結果、その反発から生まれた過激な原理主義集団である。イラク戦争の負の遺産というべきイスラム国、そしてアメリカはこのイスラム国を口実にテロとの戦いを続けている。イスラム国が過激で残忍であればあるほど戦争反対の世論が盛り上がらない。結果として空爆は延々と繰り返され、軍需産業は増え続ける。その結果、多くの罪なき人々が殺され傷ついていった。この青年は日本製の義手が欲しいと訴えた。この少女は焼夷弾で焼かれた。両親が殺されたことはまだ知らされていない。ロケット弾の破片が背中に突き刺さり下半身不随になった。僕の体が元通りになりますように、少年は以前より熱心にお祈りするようになった。シリア内戦は4年目に突入した。誰も止めない。そしてこの戦争は今日も続いている。はい、今イスラム国の正体を暴くっていうのを見てもらいましたけどね、あの映像の一番最後が僕一番大事だと思うんですよ。このイスラム国が何や分からんけど残忍やと、何や分からんけどめちゃめちゃ恐ろしい奴らが出てきたぞと、だから空爆に対して反対世論が起こらへんわけですよ。これブッシュはやり方下手くそやったんですよ。というか僕らからしたら分かりやすく、分かりやすいわけね。イラクに大量破壊兵器があるから、だからアメリカはそのフセインを攻撃するんだって、これ嘘ですよ。嘘をついてイラク戦争をしたと。 そしてアメリカはイラクの石油が目的なんちゃうのってみんなわかるから、だからそのアメリカの本土でもイギリス、フランス、ドイツ、日本、もう世界中でこんなイラク戦争あかんわということで、もう何万人何十万人というデモが起こったわけですね。覚えてありますよね、2003年。もうこの大阪でもそうだったですよ。もうあちこちでブッシュは戦争やめろと。今回は分かりにくいわけです。このもう何や分からんけど恐ろしいから、まあしゃあないんちゃうかなってことになってるから、世界中でその反対が起こってないんですよ。これは戦争を続けたい人から見ればめちゃめちゃ美味しい状況が生まれてる。私たちは逆から見なあかんぞ。テロとの戦いをやむなくやってるんだというふうに言うけど、ちゃうんですよ。テロとの戦いをしてずっと戦争したい人がいるんです。なぜかというとそれは戦争が儲かるから、ミサイル売れるから。だからそういうことをやるためには今イスラム国を利用するのが非常にいい状況になってるんですね。で今メディアはイスラム国がこんなこと言ってる、こんなことしたいってもう延々とやってるけど、じゃあなぜイスラム国が出てきたのかっていう報道しないでしょ。何や知らんけど出てきてるねん、何や知らんけど怖いということにしてるでしょ。振り返れば911もそうですよ。911テロが起こりましたね、ニューヨークで。すぐにビンラディンが出てくるわけですよ。うわ、恐ろしい。で、イスラム教が恐ろしいとこになったよね。でも、ビンラディンというのは、これ歴史を、遡って調べた人がいればみんなわかるんですけど、彼はサウジアラビア人で、1980年代は、アメリカの武器でソ連と戦ったんですよ。アフガニスタンで。彼はアフガニスタンゲリラですからね。当時ソ連はアフガニスタンに侵略してきたので、ビンラディンたちはアメリカの武器で戦った、つまりアメリカ側にいたんですよ。彼は911の時はまあ反米になってますけどね。じゃあ一体何やねんとこれはということになるでしょ。だからこの遡って報道がないし、なんで生まれてきたのかという報道もない中で、後藤さんの事件が利用されてるわけですよ。後藤さんの事件が利用されて、あ、なんとなく世界が危なくなっとるなと、あ、なんとなく怖いから、これ自衛隊ももうちょっと増やさなあかんのちゃうかなと、こういう風になってるわけですね。はい、実はですね、まあ、簡単に言っておきます。戦争に日本も負けました。イラクも負けました。占領したのはアメリカです。アメリカが日本を占領した時はイラクと全く逆のことをしたわけですね。
全く逆というのは一体何かというと、天皇制を残しました。そのまま残した。それから、まあ、そのまま、まあ、あの若干形は違うけど天皇制残った。そして今の首相のおじいちゃん永久戦犯ですよ。永久戦犯らが続々と釈放されて帰ってくる。官僚たちはそのまま使うわけですね。つまり戦前のその政治とかそのそういう機構をある程度そのまま使ってる。なぜかというと中国で革命が起こって中国共産党になってしまった。ソ連もそうだ、ベトナムもそうなりそうだ。ということで日本をその戦前の体制をそのまま使って自民党に政治させることで共産主義から守ろうとしたわけですね。だから誰も戦争の責任を取らんで済んだわけですよ。これ日本はだからそこから戦争の責任を取らなかったでしょ。一番大きな責任を誰も取ってないので、今回の原発も誰も責任を取ってない、誰も責任を取らない国になっちゃったわけですよ。イラクの場合は全く逆にしたんですね。アメリカはフセインさえ倒せばいいと、まあ、最初はそう言っておきながら、もう軍は潰すわ、行政機構をみんな潰したわけです。それで無政府状態にしたんですね。だから治安がものすごく悪くなって、で、こういうイスラム国なんかが生まれてきたわけですよ。なんで日本と正反対にしたかというと、そこに石油があったからなんでしょうね。その 国があれば石油を奪いにくいですからね。ちょっと待ってね。それでですね、ちょっと見てくださいね。これは、さっき気候図出しましたよね、私ね。この気候図ね、これイスラム国の最高指導者、この下にシリア担当とイラク担当の軍人がいんねんけど、この軍人ともに元イラク軍の兵士ですよ。戦争のプロが仕切っとる。その戦争のプロの下に評議会あるでしょ。その評議会の下に知事までいるでしょ。こんなん絶対にね、官僚が、優秀な官僚が考えてるんですよ。つまりフセイン時代のその政治を動かしてた人がやっぱりいるわけですよ。つまり政治のプロと行政のプロが入ってる、テロリスト集団。なんでこんなことになったかというと、アメリカがイラクを潰しちゃったから、こういうことになっちゃったんですね。でもこんなことがね、あまりテレビで言われないので、なんとなくこの人出てきてね、なんか恐ろしいなみたいなね、ことになってるわけですね。はい、つまりメディアを使って騙しにかかるわけですね。今から24年前に湾岸戦争ってありましたが、実は湾岸戦争は嘘で始まってるので、ちょっと湾岸ですけど、この直前に、ちょうど当時15歳の高校生、ナイラを使って嘘の証言をさせるわけですね。あれをテレビを通じて全米流すわけです。そうするとアメリカの国民どう思うか。イラクのフセイン氏はとんでもないやつやなと。イラクからクウェートを侵略した上にですよ、まあ、ここまで本当ですが、ここから嘘ですよ。
クウェートを侵略した上にクウェートの病院を次々と襲っていって、そこに入院している子どもたちを床に叩きつけて皆殺しにしていったと、まあ、こんな証言を泣きながらやるわけですね。でそうするとアメリカの国民はですね、これイラクのフセイン氏はとんでもないやつだと、こんなやつは許すわけにはいかん、だからアメリカが先制攻撃をかけてあのフセインを叩き潰してしまえということになるわけです。つまり戦争反対の世論が、この戦争は賛成だということで世論が変わるわけですね。でそれで湾岸戦争が始まるわけです。湾岸戦争終わりましたね。終わってから1年以上してから、実はこの少女の発言は全く嘘だということがバレるわけです。でもバレた時には戦争が終わっているので、劣化ウラン弾もミサイルも戦車も軍艦も戦闘機もみんな売れてるわけですね。つまり戦争の後ろにものすごい利権があって、彼らがものすごく儲かっていると、まあ、こういう仕組みなんですね。見事にテレビを通じて騙されていくということなんです。ここに注意しないといけませんね。戦争は嘘で始まる場合が多いわけです。国というのがたまに嘘をつくんですよ。この国の嘘を見抜かないといけないと思いますね。大本営発表で嘘ばっかりですもんね。最後は神風が吹くから日本は勝つ言ってね、当時はほんまに神風が吹くと信じてたわけでしょ。そんな今やったら不可解な思いますけどね。でもそれはそう信じ込まされている。つまりメディアを使った情報コントロールというのが非常に恐ろしいわけでありますね。広告を使って人を騙すね、こんな広告ありましたね。ほんまもうなんかもうこれこそまさに子供騙しってやつだけどね。気持ちいい出た出てません。風力太陽光発電はもちろん、原子力発電も発電時に CO2 を出しません。物知りですね。伊達にカッパやってませんから。じゃあということで、出た。私たち電力会社は地球温暖化防止のため CO2 排出削減に取り組んでいます。はい、こんなコマーシャルをどんどんやってたわけですよ。 3.11 まではね、ところがあの事故があってから一切これは流さなくなった。これずるいですね。これ見た子供たちは、あ、原発はクリーンやな、原発は CO2 出さんや、これいいんちゃうかなと思うでしょうね。このコマーシャルのずるいとこは CO2 出すんですよ、まあ、うまくしてもでも原発が壊れると村はなくなるようますよと、米は食べれないですよ、魚もダメですよ、それでもいいんですかということを言って、あの子供たちに問いかけるんやったらいいけど、まあ、これはもうだからずるいコマーシャルの典型なんですけども、じゃあちょっと冷静に考えますね。なぜ東京電力や関西電力、そういう電力会社がこのコマーシャルをしていたのか、する必要がないではないか、ね、ここにテレビが欲しい人がいる。ソニーを買うかシャープを買うか迷っている。そこで吉永小百合が出てくる。シャープのアコースっていう、ああ吉永小百合綺麗やな、アコースも綺麗に違いない、これがコマーシャルなんですよ。つまりシャープにはライバルがいるから、だからわざわざコストをかけてコマーシャルを作るわけですね。関西電力ライバルいますか。いませんよね。東京電力いませんね。コマーシャルしてもしなくても一緒なんですよ、売り上げは。でもどん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 やってたでしょ、原発壊れませんとか。それは一体なぜかというと、それは私たちの電気料金にその仕組みがありましてね、もうほんまちょっとだけ見てください。私たちの電気料金が、まあ、これ知ってる人は知ってると思うんですが、総括原価方式という方式で決まっているので、それで、こういうことになるわけですね。ちょっと大変な、こうかな、あかんわ、あすんません、出ませんわ、ちょっとごめんなさい。まあ出てくれたら嬉しいんですけどね、あかんな、はい、もう仕方ないですね。一応ですね、簡単に言いますと、私たちの電気料金は、電気を作る時にかかったコストに 3% の利潤を乗せて決められるんです。だから例えば100万キロワットの発電所を作る時に、火力発電で行くか原発で行くか、これ誰が考えても火力を作った方が安くなるわけです。でそれだと火力発電のコストは低いから、それかける 3% の利潤は低いわけです。ところがコストの高い原発を作れば、それかける 3% は大きいですから、わざわざ大きい方のコスト高い方の原発を作ってたんですね。だからこの仕組みを変えないと再稼働止まらない。なぜかというと、一回原発建てますね、
で、その原発のこれ資産になるから、これかける 3% がリジウムなんですよ。翌年の電気料金もこの原発の資産かける 3% で、原発で1回建てて大体20年ぐらいで廃炉にしないと危ない。でも20年で廃炉にするとこの資産はゼロになるから、ゼロかける 3% ゼロですから、利潤はゼロになっちゃうわけです。だから原発はずっと続けたいわけ。だから今福井県の原発40年ぐらいあるんですね。でそれも再稼働しないと、今再稼働こだわってるそういう仕組みなんですけどね。まあコマーシャルは何でするかというと、テレビ界を黙らすためですね。このコマーシャルいっぱい流すことで、テレビ界がスポンサーとして君臨できるのでね、まあ、そういうコマーシャルを流すわけですが、まあ、そんなことで戦争と原発よく似てるわけですよ。ごく一部の、利権で潤う人たちがいて、その人たちが、まあ、ウランを掘って地球を汚したりとか、まあ、戦争で人を不幸にしたりとか、まあ、そういうことなんですね。まあ、そんなことでですね、今見てもらいましたが、じゃあどないしていけばいいかということですね。安倍さんは原発の再稼働と、それから武器を世界に売ろうとする。で、それで日本が儲かったらいいと。でもそんな儲け方はダメだろうと思うんですが、はい、私たちはどうしていけばいいのかということですけれども、ちょっとこれをね、見てもらいたいと思いますが、はい、これ所得税のグラフであります。年収70万の人はあんまり税金払ってません。当たり前ですね。年収がずっと増えていって、年収1億の人が一番税金払ってる。なんとなんと年収50億100億の人はあんまり税金払ってへんわけです。これどう考えてもおかしいですね。普通今もう税金がないわけでしょ、少子高齢化でね。だからこの辺の人にもっと税金払ってもらわなかった。ところが小泉改革アベノミクスで株とかに投資してる人が儲かってるから、あんまり税金払わんでいいことなんだ。これはどう考えてもおかしい。これを直さなきゃ、こう上がってくれたら困るわけですよ。ところがですね、橋本徹という人が出てきてね、例えばテレビにいっぱい出てきました。何を言うか、年収600万700万の公務員がけしからんというわけです。この人はもらいすぎやという。それを聞いてた、まあ、公務員隣に住んでるから、隣に住んでるこの非正規雇用の人、年収200万300万リストラされてるからちょっと羨ましいわけね。で年収700万の市バスの運転手もらいすぎや、500万で橋本そうやすや橋本頑張れ言うて入れてはったん。でもそれやと自分の年収300万もこれ賃金相場で下がっていくから、自分の賃金も下がね、上がらへんということにはあんまり気がつかないんですけどね。つまり橋本徹という人たちが出てきて、まあ、安倍晋三もそうですけど、石原慎太郎もそうですが、テレビでいっぱい出てくるわけですよ。でそういうことを言う、そういうことを言うと、これは結局本来はこの非正規の人と正社員の人たちは団結して、この辺から税金取りに行かなあかんのけど、ああいう人たちがテレビに出ることで国民が分断されたわけです。で結果一番得するのはここなんですよ。この辺、この辺の人たちがテレビのスポンサー、この辺の人たちが、政治家に献金を配るし、この辺の人たちが戦争と原発で儲かっているわけですね。でもそれはテレビでは放送しないわけです。テレビのスポンサーですからね、これは。はい、でどうなったかというと、消費税が3から5、5から8に上がって、税収は増えてます、消費税はね。ところが消費税が上がるたびに大企業や大金持ちに減税したから、チャラですね、差し引き。だから税金がこれね、テレビはこの下は言わへんわけです。上ばっかり言うんです。上ばっかり言うと、これでは足らんからもっと上げなあかんって言うんです。でも下を言うてくれないと、差し引きチャラやないかいという話をせなあかんわけですね。消費税が1989年に導入されました。それまでなかったです、消費税はね。その89年までは国の支出と国の収入は並行して上がっていたんです。大企業とか大金持ちの税金払ってたから。ところがここで消費税が導入されて、その見返りに大企業とか減税したから、国の支出は増えますよ、少子高齢化なんでね、増えるけど収入が減ってるわけですよ。ここをなんとかしないとあかんのですね。歴代の自民党の人は、ね、株よ上がれ言って株持ってあげたはんねんけど、もう何をしてんねんとこの人らは、まあ、こういうことですね。はい、でこれ消費税が3から5に上がりましたね、97年。今は5から8ですけど、当然税金が上がって税収増えた思うでしょ。今の仕組みで税収減ってるんですよ。これでは福祉や教育や医療は良くならないですよ。はい、これ大企業ほど税金の負担が少ないよね、中小企業ほど税金高い。これを逆にしながらほんまはね、はい、は
はい、ということで、この国はどうなったかというと、ごくごく一部の、ものすごいお金持ちと圧倒的多数の私たちのような貧乏な人たちに分かれたわけ、格差が広がったわけです。これは2年前の、 某大阪のリーガロイヤルというホテルのクリスマスの商品であります。クリスマスイブにクリスマスディナーを2人で食べてスイートに泊まったらなんと1泊140万円こんなん出たんですね。アベノミクスで株とかで儲けてる人は140万出して泊まるんですよ。だからホテル業界はそれで儲けてやる。私たちは1泊140万出して泊まる人に対して1泊10万のホテルで我慢してもうて残り130万は納税してくださいと、まあ、こういうふうにしていかなあかんわけですね。まあそんなことで、このね、今日のテーマが戦争のリアルと安倍政権の虚構でありますから、安倍政権がどんなに虚構かということでね、ちょっと見ていただきまして、今のねあれを見てまし見てもらいましたがですね、まあ安倍さんね、いろんなことやってきます。もう集団的自衛権、自衛隊をもう送ろうとしてますね。でもう突っ走ってはるんですけど、ちょっとねもうパロディでねちょっとね茶化さないかんなと思って、あの解説だけしてね、一つね、毎年年末になると今年の漢字ってあるでしょ。今年の漢字は何ですか。去年は税金の税でしたね。震災の年は命でしたね、まあ、そういうことを漢字決めますよね。安倍さんね、年末にね記者に囲まれてね、安倍総理が今年の漢字はあなたは何だと思いますかって言われて、私は責任だと思いますって言って、責任は二文字ですよね。一文字って言ってるのにこの責任だと思いますよ、二文字って言ったらね、もうほんまにとんでもないなと思う。で僕は橋本さん もとんでもないなと思うんですけど、橋本さん文楽嫌いやねんね。で大阪の文楽見ておもんなかったから、この文楽の補助金削るよって覚えてるんですよ。で文楽協会がもう慌ててね、そんな文楽を一回見ただけでね、橋本さんそんな判断せんといてください、せめてもう一回見てくださいって二回目見はったんですよ、ね、二回目見て判断してください。近松門左衛門のね曽根崎真珠見はって、で文楽見たでしょ。で文楽小屋から出てくる時にね、記者団に囲まれますよね。橋本市長、文楽二回目見てご感想は何ですかって聞いたら、何て答えたと思います。橋本さんね、台本が古すぎるって言ったんですよこれね、近松門左衛門のね、曽根崎真珠見てるんですよ、文楽ですよ。で感想を言われて台本があるっていうのはアホかっていう、ね、僕ねこの話をね、二重の意味で腹立つんですよ。何が腹立つかって、その橋本さんにまず腹立ちますね。そんな文楽の良さも知らんってお前は補助金削るのかね。で彼は何と言ってるか言ったら、大阪知事になった時に大阪をカジノと風俗でもっとわい雑な街にしたいと言ってる。これほんまですよ。これ読売新聞のインタビューに答えて、彼はそんなこと言ってるんです。だからオーケストラとか文楽はあんなん言えと、カジノと風俗で大阪をわい雑にしたい、そんなこと言ってる人。もうその橋本さん自体に腹立つんやけど、もう一つ腹立つのはね、その記者クラブに腹立つんだ。僕記者クラブの記者たちは文楽見て出てきて台本古すぎるって言うた市長に対して追求せなあかんよね。何言うてるんですかと、ね、古典芸能を見て台本古すぎるどういうことですかと、あんたそんなことそんな知識で文楽削るんですか。追求せなあかんの、誰も追求せん。なんでかというと橋本さんが怖いから。そんなことで追求したら彼は個人攻撃するんですよ。あれね、で何人かやられてるんですよ。それを知ってるからみんな萎縮してしもってよう言わへんのですよ。これ安倍さんも一緒なんです。今安倍さんももう気に食わんテレビ番組とか気に食わん新聞社を潰して歩いてやるわけですよ。だから安倍さんの周りの記者も萎縮してるんですよ。メディアが萎縮するとダメなんですよ。私たちのしっかりしたあれが番組がなくなるからね。だから本当に困ったことになっててね、こんな人たちはもうちょっとダメだということでちょっと作ってみたので、ちょっと見てくださいね。まあこの安倍政治、はい、ちょっと見てみましょう。Yeah.
ないのであります。見ていただきましたが、こんなふざけたことばっかりしたらダメなんで、真面目編も作ったので、この真面目編をちょっと見て映像は終わりたいと思います。
今見てもらったようにですね、全国各地でやっぱり戦争だけはあかんというね、デモや集会がいっぱいやってるわけですよ。でただなぜ、それが共有できないかというと、テレビや新聞が報道せえへんから。もしテレビや新聞が報道したらもうあちこちでもっと怒りますよ。だから安倍さんはかなり僕は追い込まれてると思うんです。なぜかというと政治と金がいっぱい出てくるでしょ。あれ安倍さんよく思ってない人がやっぱリークしてるんですよ。だからそういう意味では安倍さんがもう暴走してる、もう間違いないですよ。これをやっぱりよく思ってない人は、もちろん保守的な人もそう思ってる。だから右から左までちょっと眉を潜めてると思うんですよ。だからやっぱここは止めとかなかったですね、あの人をね。まあそんなことで、しかし安倍さんが強いのは後ろに原発産業、戦争産業がいるからね。だそういう人たちが武器を撃って儲けたい、原発を撃って儲けたいか らそういう人が後ろにおるんですが、分かりやすい例を一つだけ言っておきます。オスプレイ、オスプレイというのは1機56億円するんです、ね、アメリカのボーイングが作っとるんですよ。これ大変危ないです、よく落ちる飛行機でね。でこれを尖閣諸島が危ない危ないと中国が攻めてくるかもしれんってこうメディアが煽るもんやから沖縄に配備されちゃったわけです、オスプレイはね。これオスプレイ作ってる会社儲かりますよ、ボーイングは。それで配備されたからね。でこれ米軍の飛行機です、オスプレイはね。これ今ねアメリカは日本も買えって言ってるんですよ、自衛隊も買えと。どうせ安倍内閣はこれ買わされますわ、アメリカの言ってること言いなりやからね。買わんでええですよこんなもん、買わんでええねんけど、なんとアメリカで買うたら56億円の飛行機がね、日本が自衛隊を買うとき100億円なんですよ。これおかしいでしょ。こんな買うべきじゃないですよ、買うべきじゃないけども、まあ100歩譲って買わなあかんやったらアメリカと同じ値段で56億で買うべきでしょ。ところがなんと日本の自衛隊を買うとき100億になる。なぜか調べて分かりました。日本の自衛隊はボーイングから直接買わへんわけですよ。間に三井物産を挟んで、三井物産を通じて買うんですよ。なんだからそこで上がってくる、値段が上がってくるね。じゃあなんで三井物産を挟むかというと、日本の自衛隊の幹部が三井物産に天下りたいから。だから自衛隊が武器を買うときは三菱商事とか山田商工とか山田洋行とかそういうものを挟んで買うんです。なんで挟むかというと、そこに天下りをから。これ絶対腹立つでしょ。100億もね、これ税金の無駄遣いですよ。もし100億の無駄遣いがなければね、保育園の待機児問題とかね、この35人学級の問題とか、あるいはこの、お年寄りへの介護保険の問題とかね、これ解決していくわけですよ。こんな無駄なお金を使わへんかったら、そっちの方にお金使ってほしいのに、この100億で無駄遣いするわけですね。そして大金持ちの税金は負けてやってるわけですよ。こういうことをテレビがほんまやらなあかんわけですよ。こんなおかしいやないか。でもテレビは絶対報道しません。なぜかというと、テレビのコマーシャルは、三井住友ビザカードですからね。だからこの三井物産の悪口は言えなくなってるわけですよ。だからここをですね、この草の根で広げていただいて、やっぱりみんなが幸せになるようなね、まあ、そういう世の中に変えていかないといけませんが、安倍さんではまあ絶対ダメであろうということであります。今見てもらいましたね。今日はですね、ちょっとDVD とか持ってきておりまして、またもしよろしければね、購入していただいて、また広めていただければなというふうにも思っております。あとですね、30分ほどあるということなので、まあ、それでちょっと質疑の応答の時間があると思いますので、皆さんと一緒にね、また頑張っていきたいということで、一旦私の話はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、今から質疑応答に移りたいと思います。どうぞお手をお挙げいただけたらと思いますので、せっかくの機会ですのでどうぞ。
全くこれからどうなっていくのかなと。はいはい。あはいはい。そのこれイスラム国のについてもいろいろですけれども。ですね、僕が心配しているのはですね、このイスラム教徒が差別されてですね、日本ではあんまりないんですけど、ヨーロッパなんかはね、ごく簡単に言いますとね、アスっていうのはアルジェリアの移民が多いわけですよ。でイギリスはパキスタンの移民が多いんですね。でドイツには、トルコの移民が多いんですが、過去の歴史が関わってくるんですけどね。でそうするとそのアルジェリアから来た移民一世はね、パリのに住みますよね。フランス国籍もらえますよね。そこでもう感謝してですね、多少いじめられたり低賃金で差別されたりしても、耐えるわけですよね。ところが2世はもうパリ生まれでしょ。アルジェリアの2世はね、あるいはパキスタン系のイギリス人の2世もロンドン生まれですよね。なのにイスラム教徒やということで迫害されたり差別されたり低賃金で働かされたり、自分は貧しかったりするわけですよね。これ理不尽ですよね。おそらくでもそうやから言ってテロをする人は 99.9% ないですよ。だからといってもでもそこでもう頑張ってね、社会に溶け込んで働こうとする人も多数なんですけども、残念ながらわずかながらね、そういうその格差の広がりと理不尽な差別に反発してフランスのシャルリエブドみたいなことをやる可能性はあるわけですね。でそうするとまたみんなそのいわゆるこのイスラムがダメだという世論になってしまって、またさらに迫害されるじゃないですか。この悪循環がこう今起きてるわけですね。でその格差の広がりの悪循環と、それともう一つはそのアメリカの戦争があまりにもひどいということですね。これ北風と太陽でいうと、僕は毎年アフガニスタンに行くんですけど、米軍はアフガニスタンのタリバンを13年半です、ずっと空爆し続けてきたわけですね。でタリバンはなくなったから言ったら逆にタリバン増えたんですよ。一体どういう仕組みで増えるかというと、米軍はですね、村の中にタリバン兵が2人いるとするでしょ。その村を、ヘリコプターが2機飛んでいくとしますね。その村からタリバン兵がロケット弾を撃ったとしますね。そうするとそれが外れていくわけですが、そのヘリコプターが引き返してきて村ごと焼いていくんですよ。もう取り調べとかなしです。村ごとダーッと焼いていくわけです。そうすると2人のタリバン兵は死ぬかもしれない。でも50人村がいたら50人の両親を亡くした若者が出るわけですね。そうすると両親を亡くした若者がアメリカが憎いのでニュータリバンになる。タリバン増えたわけですよ、そのこの仕組みで。それで今やアフガニスタン軍よりもタリバンは強いんですよ、もうアフガンでは。さらに言えばアフガニスタンにしか、タリバンいなかったんですけど、パキスタンにも飛び火してね、パキスタンタリバンが出てきてしもて、でこのパキスタンタリバンがマララちゃんを撃ちまして、でマララちゃんが、ノーベル平和賞もらいましたが、もう瀕死の重傷を負ったわけでしょ。つまり北風政策でどんどんテロとの戦いを続けた結果、テロリストがなくなったからってテロリスト増えるわけですよ、今の仕組みで。今だからイスラム国もどんどん空爆してるでしょ。日本はお金で支えてますけどね。でそれやるとニューイスラム国ができちゃうわけですよ。で際限なくテロとの戦いが続くわけですね。でどうしたらいいか、対応政策でしょうね。この北風ではなく対応政策、つまり食料もない、電気も通らない、きれいな水もない、そしてテント、雪の中テントで住む、これ絶望するわけです、人生に対して。明日も生きれるかどうかわからない、命への希望をなくすわけですね。そうすると絶望したとこで住んでいる人たちは命が軽いですから、でも明日死ぬかもしれないと思ったら、どうせ死ぬんやったら爆弾巻きつけて米兵と一緒に死のうかと、こうなるわけですよね。でそこにちゃんとした食料があって、ちゃんとしたきれいな水があって、そして仮設住宅、せめて仮設住宅があって、毛布があれば汗への希望ができるわけですよ、命への。でそうすると自分の命そんなに粗末にしないから、自爆テロをしなくなるわけですね。こういう対応政策に切り替えないとこの戦争終わらないと思うんですね。で北風政策でどんどん戦争すれば、どんどん国の予算はそっちばっかりいくから、福祉や教育は切り捨てられるので、そのアメリカ国民も今非常に貧しいでしょ。日本以上に
あの医療は保険はないわね、あの格差広がってホームレスも多いし、だから国も潰れちゃうわけですね。だからやっぱり北風ではダメなので、対応政策を変えていきたいなと思ってます。だからどうすればいいか、これじわじわしか変わりませんけどね、特効薬はないので、そういうふうに、まあ、ちょっとずつですけど変えていくしかないかなと思います。他にございませんでしょうか。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。本当に熱の込もった、はい、いつも本当にあの先生の取材力っていうか、はい、どうしてこんだけの世界中回れるのかと思って、ありがとうございます。毎日新聞でドイツのあれを平和村をね出らっしゃるとかね、はい、ドイツにまでとか思って、はいはい、あのいつも見させてもらってます。あのイラクの国会にも時々ご支援されてもらってるぐらいで、何もできないんですけれども、はい、本当にあの支援っていうかキリがないと思うんですが、どんなふうにどんなヒントで、あのもう本当に読ませてもらうと、もう今でも毛布持って走りたいと思う、はい、すごいなと思ってるんですけれども、はい、その辺のことも聞かせてください。私はあの毎年必ずアフガニスタンに行くようにしてるんです。アフガニスタン の子供たち大変貧しくて、風邪で死にますからね。で食料もないので、だから、まあ冬毛布持っていくのと、夏はまあ食料持っていくと、あの行ける時は2回ぐらい行ってるんですけど、それがアフガニスタン一つ、それからシリアが今ものすごく、今見ていただいたように大変な状態なので、シリアも毎年1回行くことにしてるんですが、今回後藤さんの事件があってですね、あのパスポートを取り上げたこと、ご存知ですか。あの新潟のね方がパスポート取り上げられちゃったんですよね。だからシリアに行くなんていうのはあんまり大っぴらに言わないので、黙ってるんですけど、外務省と警察は行かんとってくださいねって、もううるさいこと電話してきはるんで、行きませんよ、大丈夫ですよ、トルコまでです、トルコどこですかって、イスタンブールですとか言って、分かりました、あえてイスタンブールで終わらへんだけどね。まあでもそんなことで、まあとりあえずまあそんなことを言いながら、まあとりあえずはまあなんとか、今回は本当にね、確かにシリアに入るのは危ないと思いますから、シリアには入らずに、どんなふうな支援ができるかなと思っております。なんでシリアに入るのが危なくなったかというと、もう4年目の内戦で人々の心が荒れ始めてるんです。その内戦の初期の頃はアサド軍を倒せということで団結しとったんですけど、4年経ちますと、もう食料もない、電気もない、さっき見てもらった、でもうあの外国人見たらこれ金になる思うて、こう誘拐するグループがいてね、でこれはイスラム国だけちゃうんですよ。もうあの他にもいるんです、強盗団が。で捕まえるでしょ、人質売るんですよ、イスラム国に人質転売していくので、値段上がっていくんです。アメリカのフォーリー記者はこの前殺されましたけど、アメリカのフォーリー記者は別のグループに誘拐されて、何回か転売されてイスラム国に行ってるんですね。そんなこともあるので、だからもうシリアに入ると危ないというのは重々知ってますから、だからそういうことは警察もそう言ってるんですけどね。でもだからといってね、行かなければ分かりませんのでね、簡単に言えば東日本大震災で津波が来て、でそこの被災地にやっぱり行くじゃないですか。それ今何が必要なのか、毛布が必要なのか、食料がいるのか。でもそれ余震が来るかもしれないし、また津波が来るかも、危ないから行くなよってみんな言いませんよね。それと同じことで、今シリアで死にそうになってるわけですから、やっぱり誰かが行ってそれを伝えなあかん。それが後藤さんもそうやったと。ただ後藤さんの場合は、僕から言わせてちょっと判断ミスがあってああいうことになってしまったけれども、でも後藤さんが行くということは僕は絶対必要だと思ってるのでね、今回は残念なことになりましたから、そういう意味で、答えとしては年に1回はアフガニスタンで、年に1回はシリア、そして余裕があればイラクかアフガニスタンにもう1回行くか、だから年に3回か4回ぐらい行ってます。
今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。つい最近生年月日ですけども、12月の西山朝日、はい、はいはいはい、あの方の映画監督の、いえいえ、あ、そうなんですか。読売新聞社を退社されて、ははあのジャーナリストの会とかっていう、はい、東京から見える方の声を聞きして、ははで、あの安倍政権の話を聞いたんですけど、まあ一番最後にあの選ぶ日本人はどうか してるっていう、こういうようなことを聞いて、ははは、はいはい、それであの、まあ確かに、でも入れる政党もない今現実ですけども、今度また参議院選挙とかありますが、あのそこら辺のね、あの支持率とか、はい、安倍政権の支持率が上がったり下がったりしてるんですけども、はい、そこら辺をちょっとお聞きしたいんですが。はあ、はい、はい、ありがとうございます。ですね、僕はあの世論調査というより世論操作しているような気がして仕方がないですね。あの設問の仕方がですね、あの非常にあの恣意的でですね、あなたはこのまま少子高齢化が進む、国家財政が破綻されていると言われてますが、今の消費税を引き上げるに賛成ですか反対ですか、まあ、こんな聞き方するとですね、あ、これは状況が破綻するんやったら消費税も仕方がないから消費税引き上げ賛成なのに丸する人増えますよね。でもこの例えば少子高齢化進んでますが、大企業は税金あんまり掘れてません、あの 株で儲けてる人は税金 10% です、あの所得税は3割4割かかります、そんなことをほっといてでも消費税上げますか上げませんか、絶対上げませんに丸しますよね。だから世論調査と言いながら世論操作ができるんですよ。で特に某読売新聞とか某産経新聞なんかはそういうことでドーンとやるわけですね。安倍さんのまあ部下みたいな新聞ですから、だからそういうものが世論を作っていってると僕は思ってるんですね。でも国民は何やおかしいな思ってるわけですよ。何や生活苦しいなと、なんかこのままでは甘いなと思ってると思うんです。だから安倍さんを支持するというよりも他に支持するとこがないから選挙に行かないか、行ってまあしゃあないし、まあ、安倍さん入れるか橋本さん入れるか、まあ、そんな風にしてたわけですよね、ここ数年はね。だからあの反省せなあかん点はいっぱいあると思いますよ。あの民主党、社民党、共産党、あるいはまあそういうその左側の人にね、やっぱり政策は分かりにくいし、あの非常に小さかったので、あの反省すべき点は僕も含めてあると思うんですが、もうちょっとやっぱりそのこうしたら日本は良くなるよみたいなことをやっぱり提示して、やっぱり真面目にあの訴えるということと、それとやっぱりあの小選挙区でしょ、一人しか通りませんよね。そうやのにいっぱい出るじゃないですか。そうじゃなくてやっぱ沖縄型でですね、もうまあ右から左までやっぱり今の安倍さんはダメだということで一致できるところで、やっぱり選挙でやっぱり一人勝たなあかんわけです。半分以上取らなあかんわけだね、まあ、半分まあ限らへんけども1位にならなあかんわけだから、そういう意味ではあの300ほどある小選挙区制、295ほどあるんですか、それで沖縄だけは頑張ってるわけですよ。本土がなんか見習わなきゃいけませんわ。沖縄型のあのそういうその絶対に戦争だけは絶対ダメだと、絶対に集団的自衛権はダメだということと、原発は許さんということと、この2点ぐらいでいいと思うんですよ。この2点で一致する人やったらもう統一していくとかね、まあ、そういうことが各地で起こればいいかなと思ってるんですね。だからそういうことをもうこれから考えていかなあかんのかなと。特に来年は参議院選挙の後に国民投票を歩いてあるでしょ、これ非常に恐ろしいですよね。いきなり救助をやらへんですよ、賢いね。いきなりなんか救助をやるとやっぱちょっとその環境権とかなんかあのなんかイメージのやつから先やって、国民鳴らしといてから救助に来ますから、だからそういう意味ではまあ、あの安倍さんの方も着々とあの憲法を変えようとしてはるんで、私たちもやっぱりちゃんと賢くなってですね、あの選んでいかなあかんと思います。あの騙された方にも責任がありますのでね、で有権者の方にも責任があるように僕は思いますね、はい、すみません。今度また選挙が18歳からになるっていうことで、はいはい、あの今あの子どもたちのっていうかすごく
なんかこう言葉が悪いのかもしれないけど平和ボケっていうか、はいはい、あの平和を作っていかなければいけないっていう気持ちがすごくあのなくなって、はいはい、あの今いる自分たちの周りの世界が平和だっていうふうに思ってるようで、あの本当に戦争のリアルっていうのがあの伝わってないし、あの歴史教育もあの十分分かってない、あのしかもなんか愛国心があの評価されるということで、はい、もう着々とあの進んでいくということがすごく心配なんですけれども、あの若い子どもたちにあの戦争は絶対ダメだっていうふうに伝えていくには、あのどのようなふうにすればいいと思われますか。はい、あのですね、あの本当にね、あの僕も今高校とか中学校とか回っておりまして、感じるのはもう純粋です。中学生も高校生も非常にで、まあ、ガヤガヤガヤ並ぶのにね、もう10分もかかって先生にこら早ならないって言ってる、まあ、そのやんちゃな子もいっぱいいるところでも、アフガニスタンの映像を見せたらシーンとしますわ。で、あのシリアの映像を見せたらシーンとして、でそれでみんなきっちり見て、で、まあ、感想とか書いてくれるんですが、やっぱり知らんかったと。でそういう今の戦争行われてることも知らんかった。で今戦争行われてる国で子供たちが勉強できないことも知らんかった。食料もないことも知らんかった。だから私たちが日本に生まれて幸せだと思った、まあ、そういうことや何ができるか考えたいとかね、まあ、そういうふうに変わるわけですね。だからやっぱり何て言うんですかね、教育ってすごいなと思うのは、やっぱりその修学旅行で広島行って被爆者の話を直接聞けば、また子どもたちは感じるものがあるかもしれないし、そういう意味ではですね、若者も捨てたもんじゃないなと僕は思ってるんですよ。ただ問題は教えてもてないでしょ。その大学入試なんかね、大正デモクラシーぐらいで終わりますね、高校入試も。だから戦後のその例えばあの下山事件とか21ゼメスは知らんわけですよ。安保闘争なんか知らんわけですね。だからそういうものが現代、ほんま現代しか教えていけばいいのに、あのなんかピテカントロプスから教育からなかなか時間がもうあの途中で切れて なるんで、やっぱり、まあ、現代史をしっかり教えて、あの勉強してもらうということが非常に大事かなと思ってるんですね。まあ、だからそういうことであの学校の先生も現場で踏ん張ってはるので、まあ、あの平和ボケっていうのはいい意味でも悪い意味でもね、あの、まあ、確かに平和ボケをいい意味でも悪いもしてるので、やっぱり韓国の人たち、中国の人たちが一体何を言ってるのか、もうちょっと冷静に見たりとかね、する必要があります。ただ心配は、これはあの文科省がもう言うてるんですが、大学行ったら奨学金ないといかへんでしょ。もう大学の授業が高いから、大学出たら奨学金で何百万で借金するじゃないですか。自衛隊入ったらチャレンジするってますよ。これずるいね。このあの今これから自衛隊が世界に行くとなると、今までの自衛隊が集まらへんでしょ。死ぬかもしれへんし。だから今政府はこんなこと考えてますわ。この奨学金絶対いるもん。今大学の授業料って年間100万以上超えるじゃないですか。一生懸命バイトしてますもんね、学生たち。それでも間に合わへんでしょ。そうなってるとやっぱり負債抱えるじゃないですか。ほんで正社員になられへんかったら返されへん、非正規やったら。ほんなら自衛隊入ったらチャラするって言ってますから。でこれはね、徴兵制ではないけども経済徴兵制を考えてますわ。そんなことも含めて若者たちにね、あの伝えていかないといけませんね。ありがとうございます。あのこの前来てくださって池田北高校の生徒です。ありがとう。なんか私すごいアホなんですけど、すごいあの話が全然違うくなった、失礼なんですけど。いいえ、どうぞ何でも言うて、あのどうしてこういうお仕事をなされるようになったの。ありがとう。あ、そういえばあの、池田北高校に行かせてもらいましたね。本当にあのみんな真剣に聞いてくれて、本当嬉しかったんですけど、あの僕ね、池田北高校行く時にね、これ高校がなくなるって聞いてたから、ほんまにね優先なと思ってたんですけど、まあまあまあね、みんな頑張ってあの
話聞いてくれたんで嬉しかったんですが、なんでこんな仕事をすることになったかというと、僕は11年前まで役所の公務員やったんですよね。でそれを辞めてフリージャーナリストになったんですね。で、池田北高校の生徒の前でも言ったかもしれんけど、まあ、この仕事は学歴関係ないので、まあ、東大出ても中卒でもみんな同じなんですね。行きゃいいんですが、ただ英語は勉強しとかなあかんし、まあ、地理とか歴史もあるいはウランとかやる、あるから理科とか、まあ、そんなことを勉強大事だよっていう話はしたんですが、やっぱりこの仕事をして現場を踏めればやっぱりすごい面白いんですよね。その難民キャンプに行ってね、でまあ毛布を、まあ、500枚配るとするでしょ。ほな一つの毛布に子供5人ぐらい寝れるから2500人の子供が冬は風邪ひかんで行くっていうことになると、その500枚の毛布で、まあ、2500人救えたなと思うと、やっぱりこれはなかなかやっててね、やっててよかったなと。でものすごく感謝されるし、で僕の場合はその難民キャンプに取材しながら毛布とか配るから、その難民キャンプにタリバンがいてもね、難民の人が守ってくれるんで、僕にとっても非常に一石二鳥なんです。だから日本の人からいただいた募金が僕を守ってくれてるところもあるんでね。でそういうことをやりながら、その得た自分で撮ってきた映像とかを皆さんに見ていただいて、で皆さんにも喜んでもらえるので、これはウィンウィンなんですね。難民もいいし日本の皆さんもいいと、まあ、こういう仕事になったので、まあだから非常にやりがいは感じています。ただまあ確かに危ないのは危ないですけどね、まあ、でも危険度を下げていけばいいんですよ。だからいきなりシリアなんか入ったらダメですよ。でもトルコにいてそのしっかりした情報とそういうその通訳とのネットワークを作って、そして安全度を高めて、まあ、入るんだったら入る、いやでもやめんやったらやめる、山登りと一緒ですね。危なかったらやめるという勇気もいるので、まあ、そんなことも含めてこの仕事をやってよかったなと思ってます。やっぱり一回やったらなかなかやめられないので、この仕事をやってほんまに変わってよかったなと思ってます。すみません、はい、この前沖縄の与論島で自衛隊を誘致するという時に、はい、賛成が少しだけども上回ったということで、その時になんか中学生から選挙し、はい、投票したっていうことでちょっとびっくりしたんですけれども、今のその中学生たちの、はい、まあ、全てが反対とは限らないんですけど、でも今の中学生が一体どんなことを考えているのかなっていうのをすごく感じました。はいはい、そのあたりです。はい、ね、僕も中学校に行って、まあ、1時間とか1時間半とか触れ合うことは多いんですけど、純粋にやっぱりその映像を見たら心動いてる子が多い、圧倒的に多いので。ただ今回13歳の子がね、河川敷で殺される事件がありましたね。あれ間違いなくイスラム国の影響でしょうね。首を刃物でついてるので、だから何て言うんですかね、殺した18歳の子も社会から落ちこぼれてるわけでしょ。だからやられた方もやった方も、まあ何て言うんですか、その学校とかそういうそのところから外れちゃいましたよね。で何でしょうね、その母親、まあ、父親、まあ、両親もかなり長時間で働いていて、で特にまあ最近母子家庭が多いのでね、その母子家庭 の、 状況を聞くと、やっぱり母親がまあ長時間で働いて夜もね働いてるから、まあ、子供が夜一人になってるとか、まあ、そういうふうなことも聞くし、まあ、まあいろんな問題山積みになってるんですけど、まあ、そこでまあなんとか踏ん張って頑張ってる子供も親も多いわけで、圧倒的に多いわけでね。しかしこういう事件があったらこれだけ報道されるの、これだけが報道されるので、学校の先生もなんか、まあ、何千人か何万人かに一人、まあ、痴漢する人がおったらもう痴漢だけ記事になるでしょ。で一生懸命頑張ってるのはあんまり記事にならないわけですね。だから僕は教育の現場とか中学生とか思った以上に素直で、思った以上にはしっかり考えてる子が多いと僕は思ってるんですけどね。ただ問題はやっぱりその壁にぶち当たってその乗り越えるというところでやっぱり
希望が持てなかったら頑張れないじゃないですか。だからそのしっかりと就職ができるとかしっかりしたその夢が実現できるということだったら頑張れるけど、どうもね、最近は正社員になる率も低いし、まあ、何をしようと思ってもなかなかね、その産業がほんまに続いていくのかというところもあるので、まあ、そういう意味ではね、なかなか昔みたいにね、一回勤めたら終身雇用とかそんなことないですからね、今ね。だそういう意味では、まあ、いろんな夢というか希望がなかなかねこう見出しにくいのかもしれませんけど、でも結構ね、その医者になって人を助けたりとか、まあ、JICA に入って外国で貢献したりとかいう子もいるので、まあ、まあ昔も今も、まあ、同じですけど、まあ、まだ若い子は非常にまあ素直でやってるかなと、まあ、いうふうに思います。なんや、回答になってませんね、すいません。最後の楽しい映像も、はい、ありがとうございました。いっぱい聞きたいことがあるような気がするんですけど、はい、イスラム国に海外からも参加している人たちがいるのは、どういう感じので参加しているのかなと思ったり、あとイスラム国、いわゆるイスラム国と名乗っているけれど、イスラム国のその人たちがいるところは戦闘員だけがいて市民は全然いない状態なのか、それともそこでも生活が営まれていて子供はいてお母さんもいて幼稚園もあったりとか、そういう感じの生活になってるんですか、どういう感じなんでしょうか、はい、と思いました。はい、ありがとうございます。まず1点目のイスラム国にですね、そのイギリス人やフランス人やオーストラリア人がドッと入っていますよね。これはさっき言ったようにやっぱりそのヨーロッパにイスラム系の移民が多くて、1世は我慢してたけど2世3世になると、なんでこんな差別されなあかんねんとか、なんでこんな貧困なんだということになって、その怒りとそれとこんな社会は一回潰してしまえみたいなね、そんなことで 99.99% は普通に生活してその差別を受けながらも歯を食いしばって頑張るんやけど、ごくごく一部ですね、じゃあこんなアメリカ型の社会を潰してしまうことでイスラム国に入ったりとか、イスラム国に行かなくてもその思想に洗脳されてしまって、バス停とかその駅とかでドカーンってやったりする子がいると、まあ、これは残念なことなんですが、なんで参加するかというとそういうことだと思いますわ。そのイスラム国の思想に、まあ、オウム真理教みたいなもんですわ、そのオウム真理教と同じようにその思想に感化されて入っちゃう若者がいるのは、やっぱり今の世の中が閉塞感があって格差が広がって、こんな世の中一回潰してやれみたいなね、あるいはそういうやつらを殺したいとかね、まあ、そんなことで入ってしまう、残念なことですけど。で、イスラム国がですね名乗ってるけど市民はいるのかということなんですが、イスラム国と名乗ってますね、市民は約700万人ぐらいいます。そこに支配されてる市民はものすごい恐怖です。イスラム国の支配の仕方はなんですよ。シリアの戦争でもうめちゃめちゃなるでしょ、生活が、電気も来へん、食料もない、イスラム国金持ってるからパン配りよったんですよ。パン配って食料配って電気も通したんです。だからそういう雨のところでイスラム国は一定の支持を得たことがあるんです。で、雨と鞭の鞭のところはもうその代わり逃げたら絶対処刑ですよ。だから脱走兵が集団処刑されたりしてるし、キリスト教徒に対してイスラム国は改宗を迫って、イスラム教にならへんかった人はみんな処刑です。あるいはシーア派というだけで処刑です。だからでその金曜日公開処刑して死体吊るしたりするから、だから歯向かったらこうなるぞと言われてるから、雨と鞭の恐怖政治ですね。だから700万人の市民は人質に取られたもんですね、全体がイスラム国の、まあ、そういう状況です。生活はどうかというと幼稚園もありますし、普通にパン屋さんもありますし、ただ厳格なイスラムにのっとっているので、お酒飲んだら処刑ですよ。あるいはそのなんやそのディスコミュージックなんかかけてるとものすごい罪に問われて、だからそういうなんか女の人が
ね、あれ被らなければもうダメですし、だから一時のタリバンもそうでしたけどね。だから間違ったイスラム原理主義にのっとってアメとムチの恐怖政治が続いているというのが実態だと思います。あと一人ぐらいいかがでしょうか。ございました。もう最後の映像はちょっと涙が出そうになるぐらい良かったです。あの高校のこともすいません、私あんまり知らなかったので、はい、あのすごく心に響きました、はい。で今 の、 あの質問に続いての質問なんですけども、はい、イスラム国としては最終的にどこを目指しているのかというか、あのなんていうか、あのまあ、日本は交渉、人質のことに関しては交渉しなかった、交渉には応じなかったと思うんですけども、はい、なんかこう話し合いでイスラム国の主張がみんなに認められるかどうかは別として、こう何を求めていてどういうふうになりたそうなふうに戦っているのかっていう、はい、あのイスラム国の主張はですね、あのさっきスライドでやりましたけど、オスマントルコを勝手に分割されたと、ヨーロッパによって、ヨーロッパが来て勝手に国境線を引いて勝手に植民地にされた、これをまた元に戻すんだという主張なんです。だからもう一回大帝国を作ろうと。でこれはね、あの一定支持を得てしまうんですよ。これはあのテロは反対やけども、ヨーロッパに対してはやっぱりね、それもひどい話なんですよ。勝手に戦争に勝ったから言うて勝手にやってきて勝手に支配しとったわけやから、これをまた元に戻すということは、まあある種あのインテリ層から貧困層まで、あの別にイスラム国嫌いな人でもこの主張に関してはまだ受け入れてる人がいるんですね。で、まあ、そんなことでイスラム国の目標は一応形はそういうこと言ってます。ところがそんなひどいことしてるじゃないですか、キリスト教というだけで殺したりするから。だから民衆の支持は全然得ていません。だから民衆の支持を得ていない軍というのは弱いです。だからアメリカが空爆をせずに北風政策をやめて、そして人々に余裕を持たせてあげれば、そこに住んでる人々がイスラム国をひっくり返しますわ。ただそれをやらない、それ空爆をしたりしてそれをやらせないようにしてるのが今アメリカで、でなおかつ例えばもう本当にサウジアラビアとかイランがね、そのサウジはスンニ派にもう無償で武器を渡したり、イランはそのアラウィ派に武器を渡したりして、周辺各国も悪いんですよ。自分たちの野望でやってます、野望でシリアの人たちを使ってるので。だからシリアの人たちに任せてあげれれば、あのおそらくそこに住んでる人がイスラム国を追い出せると思います。ただそれをさせないようにしているのは、さっきから何回も言いますが、戦争を続けた方が儲かるという人たちと、それから周辺各国のサウジやイランやあのロシアやそういうところの野望が、あの野望があるので、まあ、だからその2つがあって残念ながら終わらない。結果誰が苦労するかというと、そこに住んでいる人々が苦労しているということです。もうございませんでしょうか。ちょうどあの時間的には4時になっております。はい、はい、私もあのこの間のからのニュースを見ながら、本当にあの、今日本の国ってこんなんだったんかな、もっと違ったんじゃないかなっていうふうにいつも思っていました。であのやっぱりあの13歳 の、 あの子供さん の、 あのことなんかも、あやっぱりあの映像で見るものが本当に残酷なものを平気であの見せている、見ることがということもやっぱり、ね、あのちょっと問題じゃないかなっていうふうにもあの思っています。でも今日は本当にあの、突っ込んだというかあのお話をあの伺うことができました。あの本当にありがとうございました。あのせっかくの、ね、お話でもっとたくさんの方にあの聞いていただきたかったな、今あの思っております。本当にあの今日はありがとうございました。皆さんで感謝の拍手をさせていただきます。ありがとうございました。
ちょっと雨がきついようでしょうか、止んでるんでしょうか。どうぞお帰りになるときお気をつけてお帰りください。本当に今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。